平野翔が涙の告白、ナンバーアンダーライン愛が喧嘩しない本当の理由とは、ナンバーアンダーライン愛、不仲説を完全否定。三人の絆を深めた感動エピソードを大公開。平野翔、岩ガン・そして神宮寺・優太が結成するナンバーアンダーライン愛は、ファンの間で強い絆と深い友情で結ばれたグループとして愛されています。彼らの間には何か特別なものがあると感じる人が多く。 その一つの証拠としてよく挙げられるのが、喧嘩をしないという点です。グループ内で意見の衝突や争いが起こることは珍しくありませんが、彼らはなぜそれを回避できているのでしょうか。この記事では、彼らが喧嘩を避ける理由に焦点を当て、彼らの魅力の裏にある友情と尊敬の絆を掘り下げていきます。まず最初に、平野翔が語った、ナンバーアンダーライン愛が喧嘩しない理由に、 多くのファンが納得したと言いますそれは、3人それぞれがとても優しい性格であること。平野が過去にインタビューや SNS で、俺たちは仲が良いと話していたように、彼らは互いに対して強い信頼と尊敬を持って接しています。特に神宮寺優太や岸優太は、平野が口に出した、優しいという言葉を象徴するかのような存在であり、互いにサポートし合う姿勢が常に見られます。彼らの友情は、 ただのビジネスパートナーシップを超えたものといっても過言ではないでしょう。3人はそれぞれ異なる性格を持っていますが、その違いがグループのバランスを保つ要因となっています。神宮寺の冷静さ、岸の天然な一面、そして平野のリーダーシップは、互いに補完し合う関係にあります。こうした性格の違いが、グループとしての魅力を一層引き立てると同時に、個々の強みを生かすための尊重が自然と生まれているのです。 ここで重要なのは、それぞれが自分の役割を理解し、他のメンバーの強みを認め合っているということ。これにより、無駄な対立が避けられ、和やかな雰囲気が保たれています。また、ナンバーアンダーライン愛の成功の背後には、長年にわたる彼らの努力と絆が存在しています。平野、岸、神宮寺の3人は、ジャニーズ時代から共に過ごし、数々の挑戦や困難を乗り越えてきました。 その経験が彼らの間に強い信頼関係を築き上げたのでしょう。特にダンスやパフォーマンスにおいては、平野がリーダーとして厳しい意見を出すこともありますが、神宮寺や騎士はそれを受け入れ、互いに成長を促し合っています。これは、一人一人が自分の意見を率直に伝える環境が整っているからこそできることです。そして、それを感謝の気持ちで受け止めることができるのは、 彼らが本当にお互いを大切に思っているからに他なりません。さらに、ファンも注目しているのが、ナンバーアンダーライン愛が喧嘩を避けるためのメンタルバランスの取り方です。彼らは非常に感情の安定したメンバーで構成されており、ストレスや忙しさで感情的になることが少ないと言われています。特に、神宮寺はこうのメンタルを持つと言われており、どんな困難にも冷静に対応できる力を持っています。 こうしたメンタルの強さが、グループの調和を保つ重要な要素となっていることは間違いありません。また、平野や騎士も感情的に衝突することを避け、大人の対応を心がけることで、グループ内の平和を守っています。役割分担も、ナンバーアンダーライン愛が喧嘩を避けるための一つの要因です。彼らは、グループの活動だけでなく、クリエイティブな部分においても自分たちで決断し進めていくことが多いといいます。 例えば、SNS の更新が少ない時期には、裏方での作業やプロジェクトの準備に集中していることが多いとファンは察しています。3人はそれぞれの得意分野を生かしながら、役割分担を行っていますが、それは決して硬直的なものではなく、柔軟に協力し合いながら進めているのです。このような自然な役割分担が、彼らの関係性をより良いものにしているのでしょう。また、 彼らが喧嘩を避けるもう一つの理由として、言いたいことを言える環境が整っていることが挙げられます。グループ内で本音を隠さずに言えることは、長期的な関係を保つ上で非常に重要です。多くの場合、言いたいことを言えずに溜め込んでしまった結果、対立が生まれることがありますが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはお互いに信頼し合い、意見を率直に述べることができる関係を築いています。このように、 彼らが常に本音で向き合うことで、誤解や衝突を未然に防ぎ、より強固な絆を保っているのです。ナンバーアンダーライン愛の3人が喧嘩をしない理由は、ただ単に性格が良いからというだけではありません。彼らの間には、深い尊敬と信頼があり、それがグループの基盤となっています。多くのファンが彼らの関係性に惹かれるのは、表面的なものではなく、内面からにじみ出る真の友情と絆が見えるからです。 彼らがこれからも成功を続けるためには、この絆を大切にし、さらなる成長を遂げることが求められるでしょう。そして、ファンもまた、彼らの成長を楽しみにしながら、変わらぬ指示を送り続けることでしょう。三人で成り立つナンバーアンダーライン愛の特別なバランス。それは、他のどのグループにもない、唯一無二のものです。彼らの友情や信頼関係、そしてお互いを尊重する姿勢は、 芸能界の中でも際立ったものとして評価されています。これからも、彼らが仲良しであり続け、ファンと共に新しい未来を切り開いていくことを願っています。ナンバーアンダーラインアイの未来について考えると、彼らがどのようにしてこの絆を深めていくのか、そして新たなチャレンジにどう向き合うのかが非常に興味深いポイントです。すでに彼らは日本のエンターテインメント業界において多くの成功を収めてきましたが、 その成功がどれだけ長続きするかは、彼らの関係性が今後も変わらずに続くかどうかにかかっています。グループ活動において長期的な成功を収めるためには、メンバー同士の関係性が最も重要です。時には意見の違いや価値観の不一致が生じることは避けられません。しかし、ナンバーアンダーライン愛のように相互の尊重と理解を深めていけば、そういった障害も乗り越えることができるでしょう。これは、 すべての成功したグループに共通する要素であり、彼らがどのようにそのプロセスを進めていくかは、今後の活動にも大きな影響を与えるでしょう。また、個々のメンバーがソロ活動を展開することも、グループの成長に寄与する重要な要素となる可能性があります。個別のキャリアを通じて新たなスキルや経験を積むことで、グループに戻った際にそれぞれが持ち帰ることのできる知識や視点が増え、 全体としてのパフォーマンスがさらに向上するのです。これまでにも、岸優太がテレビドラマで主演を務めたり、平野翔が映画での活躍を見せたりと、個々のキャリアが注目を集めてきました。神宮寺優太も、舞台やバラエティ番組などで多岐にわたる才能を発揮しています。これらのソロ活動が、グループ全体に新しい風を吹き込むことは確実です。ただし、ソロ活動が増えることで、 グループととしてのの活動が少なくななくるのではいいかという懸念もありますこれは多くのファンが抱く心配の一つですが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはこれまでにも互いにソロ活動を尊重しつつ、グループとしての活動を怠らない姿勢を示してきました。これにより、ファンは安心感を持って彼らを応援し続けることができています。彼らが個々のキャリアとグループのバランスをどのように保っていくのか、今後の展開が楽しみです。 さらに、彼らの音楽やパフォーマンススタイルにも注目する必要があります。ナンバーアンダーライン愛は単に仲が良いだけではなく、その一体感がステージでも強く表れています。彼らのライブパフォーマンスは、観客を圧倒するエネルギーに満ちており、これもまた彼らが信頼し合い、リスペクトし合っているからこそ生まれるものです。こうしたパフォーマンスの質は、彼らの絆が深まるにつれてさらに向上していくことでしょう。 ファンの支えも、ナンバー・アンダーライン愛の成長において欠かせない要素です。ファンとの関係は、アーティストにとって非常に重要です。ナンバー・アンダーライン愛は、ファンを大切にし、ファンとのコミュニケーションを大ごとにしています。ファンとの交流を通じて、彼らは自分たちの活動に対するフィードバックを得たり、新しいインスピレーションを得たりしています。彼らのファンベースは、単に応援するだけでなく、 彼らの成長に寄与する大切なパートナーとも言えるでしょう。その上で、ナンバーアンダーライン愛の今後の展望としては、国内だけでなく海外展開も視野に入れている可能性があります。ジャニーズ事務所の他のグループ同様、海外公演や国際的な音楽フェスへの参加も期待されています。特に、彼らのビジュアルや音楽性はグローバルな観客にも受け入れられるポテンシャルがあり、さらに広い市場での活躍が期待できるでしょう。 こうした新しい挑戦は、グループにとって新たな成長のきっかけとなり、メンバー同士の絆をさらに強固なものにするかもしれません。そして、最も重要なのは、彼ら自身がどうありたいかというビジョンを持ち続けることです。ナンバーアンダーライン愛は、その結成当初から自分たちのスタイルやアイデンティティを大切にし、他者の期待やプレッシャーに流されることなく、自分たちらしさを追求してきました。 これこそが彼らの成功の秘訣であり、今後もその姿勢を崩さないことが、さらなる成長と成功を手にする鍵となるでしょう。総括すると、ナンバーアンダーライン愛の3人が喧嘩をしない理由には、彼らの性格や信頼、役割分担、そしてメンタルの強さが深く関わっています。彼らはただの仲間ではなく、互いに尊重し合い、補完し合う関係を築いています。これからも彼らが新しい挑戦を乗り越え、 さらにに高いいいステージへと進化しししててく姿を楽しみにしていますファンと共に歩む彼らの未来は明るく、変わらぬ友情と信頼に支えられたその道のりは、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。